それでは、ゼルダの伝説をプレイしていきたいと思います。前回一応ガノン、まあ、ハイラル城ですね。クリアしたとは思うんですけど。どこにもある。あ。そっか、この下になるのか。こっちが行く。とりあえず。草が生えてます。
本当に多いです。切り替えるのめんどくさいですよ。何用意？ほっ。でも一応やつもあります。
生息して暗い深穴に生息するさらなる羽を持つ虫、分泌する発光成分を煮詰める薬ない、ふくよしたな体が淡く開く光る効果を得られる。光るんですね。別ですかね。もういけなさそうですよね。
縦があれで光ってるんですね。つながりました。でここで回復入れますかね。いろいろあります。どっちかの釣りやろ。ちょっと戻る方向です。こっちか。あ、こっちですね。
大丈夫ですよね。あ、すぐ行きました。繋がってもっと広がりました。うん、どっち方向行くかですね。まだ行ってないと思います。また行きました。南の方が簡単なんですかね。
これで。いらないああ、そう、人の向いてる方に遺跡があるとか言ってましたね。そこ向かってみます。人型の像の向きですよね。壁があるんですよね、ここに。壁があるから行けない。Okay.
すごい変なところがありました。結構近いですね。なんか作れるところあります。マイクどう？どうか。
耐久性が大変。ふっ。あ、ここ行けないんですね。下の方にまた戻ってですね。朝通り、初期で知られた聖地を癒す効果あるみたいだ。癒す。うん。なんですよ、この巨木の光の核には初期で失った聖地を癒す神聖な力があるって。でも光が弱くてこれまでどうにもできなかったんですが、見ていました。あなた、この木を光らせましたね。我は嫌がらしくて、人工の。私の変装に油断したようだな。何でしょう。嫌がらの。
気は強いと思うんで、あの子には。人が向いてる方向です。なんか光ってます。認証確認。動いた。ブルーブリントを渡します。地底の探索やゾネジウムの採掘にお役立てください。組み立てを自動的に記録する。周囲のものやドラニウムを材料にすることでその記録を瞬時に再現し組み立てる。なんかそういうことになってないですか？もしかして文献に記された神の力を手に入れたんですか？本当ならぜひ見ててほしいです。文献にはその力について書いてあるんですね。その力が物が組みし構造物をすかさず記録に留め、それを正しどころに作り出せる力なり。そうだ。ああ、実はちょうど我の乗り物が壊れていて修復に難儀しているところなんです。お丸い台座のものはタイヤが一つ取れただけなんですが、四角い台座はバラバラになっちゃったんですよ。その力の力があれば丸い台座のものを直したら四角い台座のものをパタッと直せるってことですよね。それすごい力でピシャッと直しちゃってください。まずは丸い材料のものから試しに直してもらえませんか？まず直すんですちょっと外れた。大変くっつきましたね。今度本番のバラバラになってしまった四角い台座の方です。今入れた神の力でさっとパッパッと直しちゃってください。同じものが出来上がりました。しかもパッチしちゃった一瞬修理。これはさすが神の力です。おやっぱり文献正しかったんだ。すごい力ですよ総長。
なるほど、やはり強したか。高橋の友達。そしてそこの天使、お前も褒めてやるぞ。あ、褒めてやると思う。それもそのかつて俺様はケルドの味というよりこの地に突き落とした張本人、カルゼルダと共に必ず駆使してやると誓った憎き敵、憎き貴様をな。だったら100年目忘れたとは言いやせん、俺様との因縁、こんなを聞いて再び恐怖におののけ、あれらは俺様イーガーだ、失望しても不調のごとく舞い戻った男。コウガ様だ、コウガ様、帰ってきたイーガーだの総長。いいだろ、貴様は我の探し求めて神の力を手に入れた瞬間を、これこそ俺たちがこの地で見つけた古い文献に書き記されたもの、組み立てた工作を記録し速度に作り出すということができるという、遥か古代に失われたという力だ。さあ、ずるいぞ。俺様たちは苦労して手作りしているというのに一瞬作るんだとずるい。俺様たちが雨たためちゃう、あのお方偉大なる存在にこそ湧くべきつか、憎き貴様とゼルダモールとも踏みつくそ使う力なのに、よくもよくも仕上がって、貴様を倒して我が物とさせてもらう。どうしよう、戦うぞ。普通にあれですか、先生と戦い、はい、今日のとこはこれぐらいにしてって言う、よくして、俺様ここにあるような遺跡をすでにいくつも見つけている。貴様を見て分かった、そのどれも動かすには右手を掴んだが、急いで南西の廃校に戻って妻と同じ力を手に入れてやる。南西の廃校、そして偉大なる力と共に世界を見せゆくのだ。いいがな総長、甲賀様の陰謀。そんなにも見えるの特大結晶。おすごい、100。そんなにもか精錬されたエネルギーを凝縮で作られた特別大きな結晶、通常サイズの結晶100個分のエネルギーを含む。主様、侵入者の理事さん、ありがとうございます。話はこそ聞いていただいたのですが、あの男が向かったという南西の廃校はおそらくギルド廃校のことではないかと。この中央大廃校と同じく昔は採掘や精錬で栄えた場所にございます。ここからギルド廃校へは石像をたどれば行くことができるのですが、
まず奥に見える光に向かうのが分かりやすいでしょう。それと旅出される前にもう一つ、主に渡したいものがございます。こちらにいるご同胞にお買い上げを。何を追い出していただきありがとうございました。私は見つからぬよう隠れておりました。それはそうと、ブループリント手に入れた主様にはまずそちらの設計図の石板を渡しましょう。設計図の石板、この部分の鋳物などの設計図が書かれた石板、ブループリントを使うことで書かれたものを再現することができそうだ。あ、飛行機か。これでブループリントで作れるものが一つ増えてるはずです。設計図の石板を試すには必要なパーツをご用意しましょう。設計図の石板を使えば作ったことないものでも作れます。ぜひお試しを。これでいいんです。なぜかこれは。本日は追い出していただき感謝したいと思います。私はここでゾナニウムを他の素材に精錬したのですが、姿を見せぬように言っておりました。この店ではゾナニウムと精錬済みの素材を交換いたします。押してくれんですね。スパジオマでも行った気がしますね。全部ですか。ちょっともうちょっとあっちか。ゆるど町全体
回復するズボン。光るんですね。はっはっくっくっくっ。あ、これこのまま成功だと思う。もしかして。ロケット。トロッコで行けるんですね、これ。なんでトロッコがないの。ふっ、は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 っ、よっ、よっ。よっ、よっ、はっ。1個ずつあれなんですね。お気に登録とできるんですね。
Yeah.
こっち行けばいいんですか。ふっはっはっほっこれないか。ん、それでいいんですか。手なんですね。
こは。ダメですか。しちゃいます。しかあれですね、あ、バッテリー正常。バッテリー精度、あ、こっちか。
バッテリー製造です。追加のバッテリー処分したらもちろんゾナニウム製造した。200個で追加2個、はい。うちの挿入そのエネルギーに結晶変換し追加バッテリーを製造しました。中途半端ですね。またどうぞお越しください。プリントたもの神で再現する力、設計図本当に不思議なゾナウの神殿と不思議な力があったんですね。そういえば地底で集めてきてもらった収集物の中に燃えたるもの、ちょっと待っててくださいのです。あれでもなくてこれでもなくて、あ、これなんです。いつもどうぞなんです。設計図か。ウェルプリントに新しい設計図が登録されました。地球の設計図ですよね。ブループリントで使えば地球が再現できることなんですよ。じゃあ、はい、ロビジーの地球なんですが壊れて困ってたんです。そのブループリントの力で乗せちゃったりできます。いいですか。早く見せたいのです。ちょっと準備してくるのです。その準備が終わったのです。ブループリントの再現する力、ぜひ見せてくださいのです。治ったのです。死が一瞬で。まさにこれは現代の技術では説明できない不思議な力。ロビジー、ジョシュアちゃん大きな声だし、アンビリバボーミーの気球が治ってる。もしくはゾナー族が操ったという不思議な力に間違いないのです。まさかゾナー族の力を目の当たりにできるなんて。ありがとうなんです。礼にどうぞ。ちゃんとったうちなのです。大きなゾナニウム、それが何だかはまだ解明できないのですが、その光はゾナウ由来のものに間違いないのです。ゾナウ使う操る金様なら使いこなせるはずなのです。地底にはすごい力が眠っていたのです。私はこれからも地底の正体を突き続けようと思います。もしかしたらゼルダ様の手がかりが見つかるかもしれないですし、金様地底で新たな発見があったらぜひ従者に教えてほしいのです。メインチャンネルですね。ケンシンはまだご存ですか。イガダの収容効果が、これは危険な予感なのです。ケンシンも一度落ち着いてお話しするんです。さあこちらへ。ステイでイガダの効果とだったという話でしたね。イガダはハイアル王国にあだなす危険な組織。その主流の郊外にはかつてゼル様やキン様の命を狙っていた人間ですし、放っておくと危ない予感なのです。それにゼル様に集落しているということは何か情報を持っているかも。もしキン様が郊外を追われているのであれば、ジョシュアも俗人調査を続けて地底を調べるのです。ちなみにハイラル聖域の南にある時の森で深穴と新たな石像が発見されたという報告が届いているのですが、その
石像は金様に写し絵で見せてもらったのは別物で、ブループリントの神殿を経由しながら南西に向かって何体も続いていたのです。塔が伸びている方向に何か意味があると考えるなら、神殿先には何かあるかもしれん。役に立ちそうな地底の情報を集めておくので、また来てくださいなのです。目の強い直しを得てレオエントな。ウルトラスーパーサンキューじゃ。いつもそのブルーツプリントやら大したもんだな。しかし実用化に向けて開発を。いや、それよりも。いや、よく聞くんじゃ。ジョシアさんが調査してた次の定番の謎も解けたし。いや、最近のプラバット研究所にリターンするぞい。そこに行けば、センサーだけなく、絵のフラパッドももっと改良できるじゃろ。なんと端っこにある東のハテール地方のさらに端っこにあるハテの村のさらに端っこで、一度ばかり偏僻な場所だが、顔として最先端じゃからの。さて、みんなもう行くよ。優がいつ来てもいいように準備せねばならん。シーユー、ハテの村だぞい。お前に身を待たすんじゃないぞ。ハテの村の研究所か。3歳野球に行こう。とりあえず今日はこんなところですかね。ご視聴ありがとうございました。